このブスがーって言って顔面を殴られたわけですね。撃った元カレに似ててマジムカつくと言い放ったんです。邪魔だ、どけ、俺が通るっていうわけですよ。皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。セカンドストリートです。どうぞご覧ください。本日は2丁目で起きたありとあらゆる恐怖体験を怪談していきたいと思います。それでは第1話、たこ焼き山への通りガマ。ガマというのはおカマのことです。お聞きください。これはですね、実際に私ゆうきが体験した話なんですけども、とある3年前の夜の話でございます。私はいつも通り居酒屋でお友達と飲んでたわけですね。4、5人で飲んでいて、ある程度気持ちよくなり酔っ払って二次会に行きました。二次会でもお酒を飲んで酔っ払って、三次会へ行くために2丁目踏み入れたわけですよ。小腹が空いてたこ焼き屋さんがあるわけですよ。2丁目には有名なたこ焼きを注文したわけですね、お友達と2人で。で、残りの3名は先に行くはずのお店に行ったわけですよ。なるほど。追いかける感じですね。追いかける感じでたこ焼きに入って、はい、で、たこ焼き屋でたこ焼きを 2,3 種類ぐらい注文し、待ってたわけですね。ちょっとまだ出来上がったものがないので、待ってた、お待ちくださいって言われたので待ってたわけ。あ、お腹空いたなと、たこ焼きまだかなってね、友達と言いながら待っていったらですね、遠くの方からスタスタスタッと張ってるんですか。足がね、おろつかない。おろつかない。何が怖いって、あなたの言い間違いとその突っかえがすごい怖いですね。いきますよ。おぼつかない足で、スタスタスタと歩いてくるわけですよ。男の方が一人、スーツの姿をした。あれ、あ、気づいたわけですよ、途中でね。もともと行った時にも気づいてたんですけど、中間ぐらいの時に、あ、酔っ払ってる、あ、酔っ払ってるんだわ、気づいたわけですね。で、あ、酔っ払ってる、あ、ちょっとめんどくさそうだなって、まあ、こっち来なければいいやっていう感じで、嫌だな、嫌だなと思いながらも、どん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 詰めてくるわけです、私との距離を。もう怖いじゃないですか、こっちからすると。あ、嫌だな、嫌だなって。で、一人で何かを発してるわけですよ、その男の方は。なんて、なんかよく聞き取れないんですよ。なんかうわっみたいな、すごいうわっうわっって、すごいもう人間ではないかのような声が聞こえてくるわけです。どんどんどん人間ではないかのような、声がうわっうわっって、それがどん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 近づくたびにでかくなるわけですよ。うわっうわっって怖いでしょ。うわっうわっって来てよ、来て、最終的に私の前に着いたわけですね。そしたらね、なんとここでやっと人間の言葉を発するわけです。このブスがーって言って顔面を殴られたわけですね。このブスが突っ立ってんじゃねーっつって顔面を殴られたわけですよ、今何が起きたんだと、一瞬思って正気を取り戻した頃には私はもう血が出てたわけです。口からここを殴られてるから、口から、はい、頭ではないです。口から血が出てるわけです。血だと思って、その頃私も若かったので、もっと前から、5年前ぐらいかな、5年前ぐらいだわ、若くて、私そこらでカッと来ちゃって、あらじの中でも記憶がパッと飛んだわけですよ、酔っ払ってみたから、で、次の瞬間記憶を取り戻した頃には私はそいつを四つん這いになって殴っちゃってたわけですね。こうやってこうやって、で、友達が止めて、あたりがもうね血まみれです。これが5年前に起きたたこ焼き屋前通り釜の話でございます。一番の恐怖はあなたですね。それを信じるか信じないかはあなた次第。実話です。実話です。何が一番怖いって伏線があるんですけど、その後お店に、その方は当時やってた僕のお店に飲みに来て、めちゃめちゃシャンパン開けてくれる人で、めちゃめちゃお金使ってくれて、最終めちゃめちゃ仲良くなったっていうのが一番怖いと思うんですね。ありがとうございました。儲からさせていただきました。すごいですね、いい話ですね。怖い話です。最終その喧嘩の後もちゃんとすいません、お互いすいませんでしたでして、仲直り、ちゃんと仲直り、その場でも仲直りはしました。はい、次。この話は視聴者様からいただいた2丁目怪談郵便でございます。この話は2丁目の女という話です。
はじめまして、いつも YouTube 楽しく見させていただいております。ありがとうございます。この日は女子3人と飲んでいた、女の子3人と飲んでいたんですけれども、当時たくさんお酒を飲んでいましたので、まあ皆さんベロベロだったんですよね。結構酔っ払ってきた時に2丁目に行きました、うん、2丁目のお店に入り、また別の別宅で来てた女の子たちと仲良くなりました、うん、いいことですよね。で結構飲んでて、みんなわーって喋ってて仲良くなった中に僕も入れてもらいね、うん、飲んでいたわけですが、結構2丁目っていうのは結構カラオケも歌えるところが多いので、その女の子が歌ってたんですね、うん、で結構初めも楽しく喋ってて、まあ、楽しく歌も歌いながら、うん、一緒に仲良くなった人たちと飲んでいたんですけど、うん、ある時、うん、その女の子が歌ってたら急に僕の方を見て、あんた元彼に似ててマジムカつく、いきなり僕に切り始めたんです。で僕は何のことだろう、多分彼女は多分別れたばっかりだったんでしょうね、うん、その彼と大好きだったんでしょう、それか多分すごく嫌なことをされたんでしょうか、うん、僕に向かってガチなトーンでマイクを使い、店中に聞こえる声で、あんた元カレに似ててマジムカつくと言い放ったんです。そして、うん、ガチなトーンで言われ、店中があれなんだどうした、うん、空気に包まれました。周りの方々は気を使ってくださり、はい、おいおいと、ねえねえ、ねえねえどうしたの、おいおい急にどうしたの言っていたんですけど、その時に目の前に置いてあった狂月を僕の頭にガーッと、狂月ほぼ半分以上もうかけてきたんです。僕はもう何のことだかもうわからない、なんでキレられてるかも、なんで今私は今お酒をかけられてるのかも全然わからず、はっと正気に戻った時には、うん、もう目には狂月が目の中に入り、びしょびしょ、もう臭い、しかもこの空気感、僕はもうびっくりすぎて目も痛いし何も言い返すことができなかったんです、うん、で周りの方はその女の子を止めてくださり、うん、僕はもう何も分からず、でもすぐそこのママが来てくれたんですね。でママが来て、本当にごめんなさい、お母さん本当にこんなこと本当にごめんなさい、大丈夫、お母さん、ちょっとおしぼり持ってきて、お母さん、おしぼりを拭いてくれて、お母さん、あどうしよう、もう言っとくから、あの子にはちゃんと、うん、厳しく言っとくわ、などういうことだかよくわからないけど、何があったの、後で聞いとくわ、でもこれはないわ、お母さんがおもむろに財布を開き、うん、僕に、まあ、1万円ぐらいパッと渡してくれたんですね、うんうん、でこれでホテルにてシャワーに 入っておいで、うん、洗い流しておいで、お母さん言ってくださり、うん、僕はすぐホテルの方にシャワーを浴びながら、うん、何だったんだ、もうお酒ももう全部抜き切るわけですよ、うん、だけど頭がポワーンってなってくるんですね、うん、それは何でかっていうと、シャワーを浴びながらあったかくなっていき、この狂月が皮膚という皮膚、穴という穴から全部吸収してきて、ポカーンってなりながら、でももう一回もうシャワーを浴び拭き、友達は持っていた、なぜか持っていた服を借り、また2丁目に飲みに来ました。もう僕はあの時のことを全く忘れませんでしたし、あの時の女の顔、周りの視線の目、そして狂月で濡れた体で震え上がっていました。これが新宿2丁目の女という話でございます。怖い女ですね、全くの理不尽、理不尽極まりない怖い女ですよ。その時の女は、もう私はもうあれが本当だったのか現実だったのか今でもちょっと、皆さんもお酒という霊に取り憑かれてこのような理不尽な女になり下がり、人様に迷惑かけないように気をつけますよ。これがノンフィクションっていうのが怖いです。怖いです。それでは続いて私の一つの恐怖体験をしたいと思います。突然上を見上げるオカマ、突然上を見上げるオカマ、話していきたいと思います。こちらはですね、私も達也もそして皆さんも視聴者の中にもよく知ってる人物の話でございます。私の一緒に住んでいる翔吾さんの話なんですけど、当時私彼とですね一緒に働いておりまして、まあよくお飲みになる方なので、一生懸命仕事をねしてくれて一生懸命飲んで、よく飲むんですけども、そしたらですね、まあ酔うわけですよ彼は。酔っ払いました。その日もね一緒に飲んでいて、酔っ払って酔いまくって、
営業が終わるわけですね。でその日は何でしょうか、なぜかわからないですけど、いつもより時間が早く経つもんですから、あら、まあ昼前ぐらいまでですね飲んでたわけです。でいざですね、その当時、はい、6年前ぐらいですかね、6年前は新宿2丁目から徒歩で帰れるぐらいの近場に住んでまして、2人で住んでましてですね、そこにこう帰るわけです。また千鳥足で、翔吾さんはね、横にこう体を何かに取り憑かれたかのようにこうも振りながらね帰るわけですよ。で私は一歩下がったところへんから見てたわけです、はい、大丈夫かな、帰れるかな、大丈夫かなって。そうするとですね、急にね立ち止まるんですよ。パッて急にパッて立ち止まるわけですよ。パッ、先までこうやって歩いてた人間がですよ、急にパッて、何もないですよ、前に人がいるわけでもない、ただの道ですよ。パッて立ち止まるわけですよ。そうした瞬間、急に上を見上げるわけですね。上を見上げてちょっと待、黙って突っ立ってるんですよ。どうしたんだって思った瞬間にです、ね、邪魔だ、どけっていうわけですよ。何なんだ、急にさっきまでこう歩いてた人間が立ち止まってて、はい、上をパッて見上げてちょっとこう睨みを聞かせてですよ、邪魔だ、どけ、俺が通るっていうわけですよ。何もないんですよね。目の前にですね、電信柱があったんですね。ありがとうございました。次行きましょう。白い影。ある日いつものように、うん、友達と楽しくお酒を飲んでいたんです、はい、であるバーに行き、いつものように狂月を飲み、テキーラを飲んだりとか、まあ、みんなで遊んでいたわけですよ。そしたらカランと音が鳴り、うん、お店の方がいらっしゃいませと呼ぶと、入り口から潮目が入ってくると、何かを言ってるんです。ブツブツと、その一人がこうやっていいの、よーく耳を澄ませてみると、あいつじゃん、はあ、マジ誰、周りの人たちがね、いいから行こう。僕は何のことか全く分からず、ずーっと席にその人たちが座っても、指を指してあいつとか、ね、指を指しながら笑ってくるわけ、うん、僕はほぼほぼ面識がないと言いますか、あれだったんですけども、その一緒に飲んだりとかする中ではなかったんですけども、うん、その一人の方がずーっと言ってくるわけです。こっちに僕たちは何も気にしないようにわーって喋ってると、こちらの方から白い影がファンと目の前を通ったわけです。なんだろう、でももう早すぎてわからない、何の白い影だったのかも、もうその時には全くわからない。パッと見るとおしぼりだったんですね。その時にこっちを見た目があったんです。きっと彼がおしぼりを投げたんでしょう、うん、でも多分僕に当てようと思ったんではなく、うん、たまたまそのブツ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 言った相手は僕にではなくて、もう一人の方にブツブツ言ってたんですね、うん、だからちょっとトラブっていたんでしょうか、はい、なので多分その彼がパン、白い影というおしぼりを投げてきた、はい、それを彼に当てようと思ったのか、うん、それがファッと通ったんではなく、ごめんなさい、僕に当たったんです、うんうんうん、パンってものが僕に当てて、何のことかよく見ると白いおしぼり、うん、ってなったんです、うん、そこにあろうとなりますね。いきなりです、うん、知らない人にね、どうせならば、うん、彼に当たってほしかった、うん、僕関係ないから、僕が受け止めてあげたんですね。で、まあ気にしないようにしてたんですとは思ったんですけど、うん、何なのあいつらと思いながら、そしたらでもそれでもバーって言ってくるわけですね、うん、バーって言ってきて、堪忍袋のね、尾が切れて、お前ら何なんだと僕が言ったわけですよ、はい、なんか言いたいことがあるんだったら、あいつからお前ら話せと、うん、そしたらなぜかわからないですけど、そこにいた外国人の方が僕にちょっと外に出てほしいと、話してほしい、うんうん、で話し合いをしたわけですよ。話し合いをしてて、でもちょっと何を言ってるのか全然わかんなかったんですね。もう僕もいない、でも僕からしたらもう何なの、その場で話はもう終わったんですけども、もう僕たちも外に出たんですけども、うん、2丁目ではやっぱりそういう白い影っていうものがやっぱりたまにね飛び交うんですよ。私見たことあります、はい、カウンターからグラスが飛んでくるところも見たことあるんです。ボトルが投げてくる、なんかこう飛んでくるのも見たことある。2丁目ではこういうね、お釜の怪奇現象っていうものがタタタタあり、はい、何が一番怖いって、お釜の喧嘩が一番怖いという。なので皆様もね、そういう飛んでくる際避けてください。避けれない方はフルフェイス、皆様2丁目の番には気をつけてくださいませ。はい、ということで今日はいろんな恐怖体験をしてまいりましたが、すべてノンフィクション、うん、本当にあった2丁目の恐怖話でございましたのでね、はい、皆様
くれぐれも年末年始は気をつけることも大事かもしれませんね、はい、皆さんこれを聞いてね、変なお釜が取りつかないように、はい、2丁目に行く際は塩を振ってから行くようにしてください。私は今日ここに岩塩置いて話してますから、私はってか私んちの、うん、ということでセカンドストリートの達也とゆきでした。